ミラノの盟友キリエが機転を利かせ、狼の口を崩落させて帝国軍の追撃進路を塞ぐことに成功した。これによりミラノたちは黒騎士レオンの猛追を免れ、無事オーランド平野へとたどり着いた。一方、オーランド平野に展開していた王国騎士団は、帝国の宮廷魔術師ユーディ率いる追撃部隊の攻撃を受け、いよいよデュランの部隊を残すのみとなっていた。このままじゃ全滅も時間の問題だぜ。親分、ただいま戻りました。ご苦労だったな。で、戦況はどうだ？王国軍の本体は壊滅状態ですね。ですが、第三騎士団とかいうのがまだ生き残って戦っているとか。第三騎士団？デュランの部隊だわ。王国軍も前線してますが、兵力も少なく危険な状態です。ですが、急げばまだ間に合うかもしれません。よし、決めた。全軍出撃だ。合流する相手が消えちまったら、ここまで来た意味がねえからな。囲まれてしまったか。詰めたわよ、王国軍。悪あがきはやめて、いい加減諦めなさい。降伏すれば命だけは助けてあげるわよ。誰事を言うな。王国騎士に降伏の文字はない。そちらも兵を引くなら今のうちだぞ。強がり言っちゃって。じゃあせいぜい頑張ることね。みんなやってしまいなさい。王国軍の残党にとどめを刺してあげるのよ。魔法を使うやつのようです。お前ら気を抜くなよ。本体と合流できなかったら俺たちも危ねえんだ。行くぞ。
弟へ来やがれ。覚悟しろ。
まだまだ。みんなのおかげです。なんだお前たちは。なんだとはなんだ。せっかく助けに来てやったのに失礼なやつだな。助けに味方なのか。俺は盗賊のミラノ。デュランってやつはどこだ。私がデュランだ。勇ましい盗賊よ。一体何用か。届け物を持ってきたぜ。姫様、ご無事でしたか。この方たちに助けられて、あなたも無事で何よりでした。不覚にも兵の大半を失いました。しかし王国の誇りは少しも失っておりません。姫様、これをお受け取りください。これは白鳳旗、王国の軍旗。この王国の白鳳旗のもとにこそ我らの正義はあります。姫様は王族唯一の生き残りにして、アルティナの民の最後の希望。我ら王国騎士団は姫様と国のため最後の一兵まで戦います。さあ、ご命令を。でもどうしたら。取られたものを取り返すんだろ。だったらやることは一つさ。
りました。私たちは国土とたくさんの民たちを奪った帝国軍を討伐し、祖国ファンタジニア王国とその平和を取り戻すために、今ここにパルティナ王国解放軍を結成します。おー、この命ある限りパルティナのために戦います。我らの王都パルティナへの道は敵の軍勢で封鎖されています。ですが密偵の話では東の地はまだ帝国の手が及んでいないと。ここは一旦東の地へ逃れ戦力を整えるのが得策かと。そうだな、今の戦力じゃお世辞にも十分とは言えねえよな。わかりました、では東の地へ向かいましょう。王女様、帝国軍が追尾してきております。主力は敵将ユーディの率いる魔導部隊のようです。しつこい連中だな。デュラン、姫様、ここは安全に東へと進軍するためにも敵の追撃兵をある程度叩いておく必要があるかと思います。そうだな、この先に敵がいようもんなら挟み撃ちで一気に大ピンチだしな。わかりました、ここで迎え撃ちましょう。よし、そうと決まったらさっさとやっちまおうぜ。王国軍、逃がさないわよ。あとちょっとのところだったのに、あの盗賊たちが現れなければ。報告します、王国軍の残党はこの先に逃げ込んだ様子です。わかったわ、みんな急いで。ここで奴らを逃がしたらこれまでの苦労が台無しよ。はっ。見ろよあの陣形。よほど急いで追ってきたのか、隊列が伸びきっていますね。やるなら今だ、余裕で撃破できるぜ。ミラノ殿は姫様を頼みます。ここは私が。いいえ、私も戦います。デューラン、こいつなら大丈夫だ。腕はあれだが剣は半端ねえ。この方の言う通りです、大丈夫。それにみんなでやった方が早いし確実だろ。わかりました、ですが姫様、くれぐれもご無理はしないように。ありがとう、心配しないで。では行きましょう。
国のために。いざ勝負。抵抗はやめよう。
おととい来やがれ。Yeah.
てあげる。やるかよ。この人数では圧倒的に不利だわ。悔しいけど撤退よ。帝国軍逃走します。姫様、追いますか？ちょっと待て。どうやらおかわりが来たみたいだぞ。遅かったか。だが敵は所詮敗残兵、どうせ最後のあがきだ。かかれ、叩き潰すんだ。追撃部隊でしょうか。だな、奴らも片付けしまった方がいい。ボコボコにしてやろうぜ。
はジェット力はそらや音と行きやがれYeah!
よし。たが王国の残存部隊ごときに、アイニナ様、これ以上戦うのは危険です。仕方ない、行くぞ。切り抜けた。お前意外にやるな。ただ必死でした。それでも王国軍は初戦を見事白星で飾れたぜ。それにこれで十分な時間が稼げました。今のうちにできるだけ歩を進めておきましょう。